館の上棚サンタです。はい、館長の久山です。これかな、あのかわいそうなポインセチアというタイトルがついてるんですけど、これどういうことなんでしょうか。どういう意味って、そうですね、はい、まあ、本当にね、クリスマス前はですね、このポインセチア、はいはい、大事にされてですね、いい場所ですね、はい、こうで皆さん楽しまれてるわけですよね、はい、もう多くいっぱいたくさん出回りますよね。そうですよね、はい、ところがですね、お正月頃になると、はい、どこかに姿を消しちゃうというか、なんかちょっと冷たい扱いをされてるんじゃないかと思われる節がありますよね。あ、なんかあの、うん、見なくなりますよ ね、というので、ちょっとかわいそうということで言ってるわけで、うん、まあ、あの、まあ、あまり、うん、詳しいことは分かりません、はいはいはい、ところがこのね、植物っていうのはね、はい、まあ、あのこういう熱帯 の、 あの、まあ、これメキシコのツリーなんですけど、はいはいはい、まあ、ここにもちょっとあるようにですね、メキシコ原産の、まあ、植物なんですよね、この、ポインセチアというか、はい、野生種っていうの、うん、野生っていうのはですね、こういう植物でしてね、あの非常にね、この葉っぱの部分ですね、この色変わってる部分、はい、紅葉っていうんですけど、草がんぶに包む葉っぱと書いてですね、ここがですね、まあ、花が咲き始めると色が変わるという特徴があります。それで、また、日が短くな、長くなり始めるとまた色が戻るという、グリーンにまた戻るという植物なんですけどね、これはですね、ちょっとこの原種のままでしたらなんとなく寂しいもんですから、まあ、品種改良が進み、このようにですね、紅葉が随分大きくなってきたわけですね。ということで、いかにもクリスマスらしい風に赤と緑という、うん、こういうクリスマスカラーということでですね、日本ではですね、まあ、あの戦後これらの植物が復旧したんですけど、もともとドイツ人のエッケという人がですね、まあ、品種改良したんですけど、まあ、あの昔に比べて随分寒さにも強くなって、まあ、立派なもの、そして、葉っぱのこの紅葉の色もですね、いろいろなものができました。まあ、しかしその背景にはですね、この栽培する、単実でなかったらこの花が咲かないというふうなことがありまして、いろいろ人工的にですね、処理をされて、こう皆さんの前にこの花が存在しているわけですね。はい、それじゃあこちら見てみましょう。はい、ここはですね、すごいあのポインセチアいろんな種類がありますね。そうですね、はい、まあ、この15年20年ですね、はい、まあ、いろいろ品種改良が進みましてですね、はいはいはい、色も、まあ、ちょっと葉っぱの形もいろんなものが出てくるようになりました、はい、そしてですね、まあ、私たちもこうよく赤の、まあ、ポインセチアの代表的なのを使うんですけど、うんうん、これにしてもですね、はい、こういう朱色の系統、はい、それからこういう赤ですね、はい、やはりちょっと見たときにやっぱり朱色の方が明るく見えるんですね、うん、こういうような、ものですね。それからですね、こういった中に花の中にはですね、まあ、季節を問わず使えるような、まあ、クリスマスだけなくも使えるような品種もあります。ここはオレンジのようなものもありますしですね、これはまた好みに応じてですね、使われてたらいいと思います、はい、そして、まあ、このままですね、育てていきますと、まあ、12月になると、こういう状態で緑のままになってしまいます。この紅葉っていう葉っぱの上の部分ですね、この部分がですね、色を変えようとしますと、この花の部分ですね、はい、この真ん中にあるやつですかね、花を咲かさないかんわけですね。それにはですね、まあ、早い時期に、まあ、日を短くしてやると、例えば9月ぐらいから2時間ぐらいですね、早く暗くしてやると、まあ、あのクリスマス頃には、色が変わります。しかし、まあ、放置してこのまま置いてましてもですね、2月ぐらいには色が変わりますので、一つですね、皆さんのお家でもですね、かわいそうなポインセチアにならないように大切に育てあげてくださいね。ホームページをチェックしてぜひ遊びに来てください。お待ちしております。